さんこんにちは、水村里奈です。今回は1週間のコーデを撮っていきたいと思います。やっと涼しくなってきたので秋服も楽しい時期になってきました。ということで練習着だったり秋服、私服を5日間撮っていきます。ぜひ最後まで見ていってください。それではスタート。はい、今日のコーデはオフポーズコーデです。朝からりんこちゃんとコンテンツの撮影だったりとかいろんな会議があったので動きやすい格好で来ました。こちらのタンクトップはオフポーズの、グリッターシリーズですね。裏が入ってるタンクトップです。こんな感じでキラキラです。こちらも今販売中のもので、ボトムスがオフポーズの新色になります。こんな感じでバイカラーになっててすんごく動きやすいカードパンツです。靴下は、ちょっとどっかの旅行行った時にもらったあの旅のやつでちょっと合ってない合ってます、合ってます。でこれが OAO っていうスニーカーブランドのものです。ソールが厚くて存在感があるのでちょっとこうスタイルアップになるかなと思って行きました。はい、こんな感じです。はい、これはもう本当にね忖度なしで動くときはほぼほぼオフポーズを着てます。自分がやっぱりこだわり持って作ったっていうのもあるし本当に軽い、動きやすいので、もう大体りんこちゃんとね会うときは私オフポーズ着てるよね。実はりんこちゃんとタッグを組み始めたのが去年の11月でもうすぐ1年経つですよね。早いね。早いですね。今日も朝9時から YouTube のコンテンツについて話したりとか、あとコンテノートについて話したり、あとは実は1万人達成したらとあるがあるのでそれについて調べたりしてました。で今日は運動しやすい格好できたのでこの後コンテンツの撮影、コンテノートの技の撮影とかをしてデータを移行したりなんかしてまだまだやることが残っております。結構こうやって2人でやるようになってからいろんなことがオフィスガールのようにこうやって2人で横並びでやったりしていて、ダンサーとして体を動かすところと頭を使ったり計画的に進めるっていうのができてて、すごいいいバランスでできてるなって思います。そしてね、ありがたいことに YouTube も今日で、今日10月1日なんですけど9300人を突破したということで、本当にコツコツ積み上げてきたものがやっとね成果になってきて、はい、本当に嬉しいです。まあもちろんコンテンツの作ることも、あとダンスのね動きだったり表現を磨くってことも両方やっていきたいなって思ってるので、ますますやる気が出ております。こんな感じです。トップスはザラです。で、バッグはバジック。なんか色味がめっちゃ合っていたので、このショートにしました。で、下はオフポーズ。ケミもオフポーズ。こんな感じです。古着、お姉ちゃんからのお下がり、ボトムスが H&M でバッグと靴がジルサンダーです。で、このサングラスが面白くて撮れます。これがオウンレンズっていうサングラスとラテメガネがセットになってる。気持ちいいです。これね、実はレンズをまだ入れてなくて本当にただの伊達なんです。だから私は目がいいので気
結構使いやすい。そしてメイクもちょっとピンク系にしました。今日はグレーと相性がいいかなと思います。そんな感じです。なんかハイターンにしてからやっぱりカラーもの控えめになったんですが、その代わりもう髪が派手だから服の色はベーシックでもいいかなと思って、その足し引きな感じがすごい楽しいです。最近の気分としてはやっぱりね、相変わらずワントーンコーデで、かつは逆光だ、かつそのハイトーンにしたから控えめな色が割と好きです、気になってます。なのでこの秋冬はこういう落ち着いたベーシックカラーで楽しみたいなと思います。あ、で帽子言い忘れてました。こちらのブランドです。このニット帽もすごいお気に入り、すごいワントーンな感じでまとまったので嬉しいです。アクセサリーはシルバーでまとめてます。こちらがガガンジュエリーで、こちらがティファニーで、結婚指輪がカルティエと、こちらがガガンですね。でこちらがインムード、インムードで、これはなんだっけ、ガガンかなです。近すぎるかしら。メイクもこんな感じ。今日ちょっとだけこうキラッとさせてみた。キラン、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 キラン。こちらは東京駅でやってたジュエリーのポップアップで買いました。パール、ブラックパールです。このエコバッグは、ダンサーのともかちゃんがお土産でくれました。寒くなったらレイヤードをしてもいいのかなと思って持ってきました。とことんグレー、差し色に黒です、黒です、黒です。はい、最近すごい思うのが、自分の中の買い物の仕方が1年前と変わったなっていうことで、例えば1年前だったら服を買うときに衣装映えするものとか、華やかにそのまま踊れるものっていう軸で探すことが多くて、だから展示会とかで呼んでいただくときもなるべく派手なものとか派手な色、なかなか普段使わないような、いい意味でね、なんか衣装っぽいものを選んでたんですけど、最近は逆で、もう自分がリラックスしてあんまりこう肩の力を張らないで着れるものを選ぶようになりました。なのでこうベーシックなものが多くなっているなと思ってて、オフポーズもそれ、そういう意味では日常からこう溶け込む、日常に溶け込むダンスウェアっていう意味ですごく自分の中ではしっくりきてるし、どんどん削ぎ落とされていって、いい意味で自分の踊りもそういったアウトプットができるようになるのかななんて思ってます。衣装に頼ることももちろん大事だし、衣装の効果って素晴らしいけど、まずは自分がどうありたいかっていうのに今はフォーカスしてるななんて思います。なのでね、メイクとかもそこまでこう派手にしてないとかいうのもそういうところから来てるのかな、ムード的にって思いました。なるべくベーシックでも元を磨いて、ダンスとあと自分の見た目だったりそういう感性だったりを磨いて、着飾らなくても決まるような。はい、切れちゃいました。切れちゃったんだけど、そう、服装でねきらびやかにしたりとかするのももちろん化けるっていう意味で大事だし、お仕事的にもそういうシーンは多いんですが、普段の自分はなるべくこうナチュラルに素材を生かして輝けるようになりたいななんて思ってます。まあね、まだまだこういう風に変化が出てからそんな時間が経ってないので、1年後はどうなってるかわからないんですが、今はそんなムードです。冬服もちょっとベーシックな装いをもとに、いろいろ着こなしだったり自分に似合うものを探していきたいなって思います。
朝からオッポーズのことやったりとか、いろいろと打ち合わせするので動きやすい服装で来ました。全身オッポーズでございます。靴はナイキのベイパーマックスですね。はい。でこちらのトップスとパンツはオッポーズの新作のブラックシリーズです。動きやすいけどちょっとこうきちんと感も見せられるし、このままカフェに行っても OK、 そんなウェアになってます。今から素材を写したり、りんこちゃんといろいろ動画のことを相談したりとか、今後の方針とかを見直したりとかして、コンテンツのことを話したりしています。朝はそういう感じで打ち合わせしながら動いたりするので、こういう動きやすい格好にして、でこのあと来月の本番に向けて、場当たりとかがあったりするので、また家に1回帰って着替えて違うコーデで出かけます。こんな感じでね、なんか私は1日に1回は着替えるかな、着替えが多くて2回とか、その用事とか TPO に合わせて1回着替えることが多いです。なので今日の前半はこんな感じです。はい、このねオフポーズのキャミトップスについてちょっとお話したいんですけど、実はこれね同じ生地なんです。こことここ、本当のサテン生地がこっちで、それを裏返したのがこっち。全部ねこの生地で表表でやることもできたんですけど、あえてこう立体感を出したいなと思って、照明が当たったり日常生活でもいろんな角度を見た時に立体感があった方が素敵かなと思って、あえて裏地を使っています。なのでこのこっちのガサッとしたマットな方と光沢感のあるサテンの方、両方使っているのがこのキャミトップスです。そんなこだわりもあったりします。でですね、このキャミトップスはこんな感じでこっち前にしてもいいし、肩紐を取ってですね一周くるっとさせるとこっち前にもできます。こんな感じでシンプルな着方もできて、ちょっとクールに着たいなとか、あのギャザー寄ってるとちょっと甘めかなって思う人はこういう感じで着てもらってもいいかなって思います。シンプル、後ろはこういう感じでギャザーにしてもいいし、もうこれをね外しちゃってストンとまっすぐただ止めてるだけにすればギャザーもなくなって甘さも引かれるので、そんな着方もおすすめです。はい、ということで着替えました。家に帰ってきて着替えました。中をね黒のもうちょっとピタッとしたものにして、下をムーのデニムにしました。こんな感じでね、ちょっとスパンコールビーズがついてるデニムです。全身黒でワントーンにまとめたかったので、こんな感じでチビヘアピンもつけて真っ黒コーデです。今から来月のパフォーマンスに向けて現地でリハーサルに行っていきたいと思います。この上にねジャケットを羽織ってちょっとこうあのクライアントさんとかも見えるかもしれないので、お会いしても大丈夫なようなきちんと風な格好にして行ってきたいと思います。6コーデ目です。この日は珍しくスカートを履きました。っていうのも私は自転車生活なのでなかなかね普段スカート履けないんですが、この日は電車だったのでチャンスと思ってお気に入りのスカートを履きました。トップスがオフポーズ、タンクトップは最新の新色ですね、ベージュのラメタンクです。それにフィーニーの半分だけ肩が出てるトップスとイナフのスカート、そしてマルジェラの足袋を履いてます。髪飾りもちょっとつけたりなんかして、ちょっとレディーライクなファッションですね。で、この日に持ってるのがギャップのスウェード素材のバッグです。ペタンコでペールトーン
優しい色味で合わせてみました。このギャップのバッグはね、すごく大容量なのに、こうスウェード調が秋冬っぽくって、最近買った中でもお気に入りのバッグです。新色のスキンタンクベージュの色はすごく肌なじみがよくって、こういう感じのペールトーンのね、色味のお洋服にもよく合います。そしてグリッター感がね、遠くから見てもわかるのと、あとこうゴールドのアクセと相性がいいので、結構ねセットで着てつけることが多いです。この日はオフポーズの新作のアイテムの撮影を行ったので、スタジオでねアイロンをかけたり商品を並べたり黙々と一人でやっておりました。この時着てるのもオフポーズのアイテムですね。やっぱりね、着やすいのと軽いので、こういう作業する時も結構オフポーズをね、手が自然と取っちゃいます。はい、帰宅しました。疲れた。一人で撮影して、はい、はるばる片道1時間ずつぐらいだから、往復で2時間ぐらいかかったかな。はい、今からオフポーズのね、注文がありがたいことに午前中から今にかけて数件入ったので、それを梱包して発送して、このままもう作業していきたいなと思うので、もうオフポーズの新作がもうすぐ発売なので、ちょっとそのオンラインサイトに打ち込んだり、気を取った画像を入れ込んだりっていう作業をしなきゃいけないので、着替えて動きやすい自転車が漕げるような服装に着替えていきたいと思います。なので今日服装2回目、2着目着替えていきたいと思います。せーの、はいはい、着替えました。こんな感じにしていきたいと思います。かなりさっきと打って変わってめっちゃカジュアルなんですけど、トップスはこっちね、こっちは白 T、 ザラの白 T です。ジャケットが 51% っていう韓国のブランドですね。めっちゃ可愛くて、これウエストがね、かなりキュッとシェイプされてて、で肩幅はしっかりある感じなので、後ろ姿がね割とキュッとしてるんですよ。普通だったらもうちょっとこんぐらい幅出てると思うんですけど、ちょっとウエストがシェイプされてて可愛いです。色がね、奇跡的にあったんですけど、実はこのトップスとボトムスは別のブランドで、これボトムスはハイクレっていうブランドです。海外のブランドですね。これもすごくお気に入りです。ちょっと丈長いんですけど、奇跡の同じ色ということで、セットアップのような感じで履いております。なんか加工具合もちょうどよくて、クラッシュ感というか、すごいお気に入り。裾は長いんですが、ジャケットもこんな感じです。このベレー帽は H&M かな。意外とこういう小物系はね、 H&M 優秀なんですよ。なのでそちらを発送して、オフポーズのオンラインサイトを準備していきたいと思います。今日はね、実際に踊るっていうよりは、かなりそういう裏方のお仕事、オフポーズのお仕事とワークショップに向けた準備とか、そういう準備デーですね。ということで、カジュアルに動きやすくいきたいと思います。Day5、 ハチコーデ目です。この日はトゥデイフルのベージュのセットアップを主役に、ちょっとハンサムめなコーディネートにしてみました。秋といえばジャケットが本当にね、活躍する季節なので、私もね大好きでいくつも持ってるんですけど、このトゥデイフルのねジャケットも形がすごく綺麗で、着心地もいいし、ちょっとこう肩パッドが入っていて張り感があるのもお気に入りです。袖もね、あえて今のトレンドなのかな、こういう感じでほつれているものがね、あえて出ていて、おしゃれ感も可愛いです。バッグは大容量のボッテガベネタ、これは 2,3 年前に買ったものかな。すごく大事に長く使いたいなと思っているアイテムです。こういったハンサムなセットアップには、ちょっとゴールドの金具がついてるバッグ、女性らしいバッグで抜け感を出したいなと思っていて、髪の毛もゴールドなのでね、そういったところもマッチしていて、結構お気に入りのコーディネートになりました。
はい、ということで着替えました。今日はワークショップだったのでちょっと動きやすい服装に着替えました。こちらがオフポーズの新作のカラーですね。ベージュです。ちょっとゴールドっぽく光加減で見えるかなと思うんですけど、かなり華やかなんですけど、ベージュって肌なじみがいいので使いやすいです。金髪にもかなり合っているかなと思います。中のタンクは普通に買った、どこかで買ったもので、これは豆黒ゴーチとユニクロのコラボのブラですね。はい、はい、ということで5日間コーディネートを紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。今週は結構暑かったよね。秋になった、よし秋服紹介しようと思ったら30度とかいう日もあったりして、服装が結構難しかったんですけど、いかがだったでしょうか。今日は少し低めだったので、やっとねジャケットとかそういう秋コーデが楽しめたかなと思います。やっぱり私ダンスのスケジュールがあるとペタンコが多くなったりとかするので、あと自転車だったりするとね、なかなかスカートとかヒールとか、あと可愛いバッグ、なんていうのかな、華奢なバッグとかを持てないっていうジレンマはあるんですけど、その中でもおしゃれが楽しめるような大容量でも可愛いバッグを日々探しています。なのでまた冬とかね、高騰時期とかもやれたらいいかなと思っているので、ぜひその時は見てください。そしてどのコーデが良かったかなとか、あとこんな動画見たいとかリクエストがあれば、ぜひぜひコメント欄に残してもらえたらなと思います。それでは、今日もありがとうございました。それでは今回も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイ。